ブルガリアワインは東ヨーロッパのブルガリアで生産されるワイン。ブルガリアにおけるブドウの栽培とワインの生産は長い歴史を持ちトラキアの時代まで遡る。ワインはブルガリアビールとラキアとともにブルガリアで最も飲まれているアルコール飲料である。ブルガリアは1980年代には世界第4位のワイン輸出国であったが共産主義政権の崩壊の後、 産業が衰退してしまった。その後、ワイン生産は徐々に回復し、2011年には前年比4.9%増の1億800万リットルに達した。1960年7月13日の政府例で、ブルガリアを公式に5つの異なるブドウ栽培地域に分けた。プレベンのワイン博物館ドナウ平原あるいは北、ブルガリア生産地域は、 ドナウ川の南岸とドナウ平原の中部から西部を網羅している。この地域の気候は湿潤大陸性気候で夏暑く年間を通して晴天が多い。典型的なワインスタイルはマスカット、カベルネソービニヨン、メルロー、シャルドネ、アリゴテ、パミドー及び地域品種のガムザを使う。アメリカでもドナウ川平原地域として認知されている。国会生産地域は 全体の30%のワイン生産地が位置している。この地域は長く穏やかな秋に特徴づけられ、糖分の蓄積に最適な気候条件を備えており、良質な白ワインを生産する。ワインスタイルは、ディミュアト、リースリング、マスカットオットネル、ユニブラン、ソービニオンブラン、トラミネール及びゲビュルツトラミネールが使われる。アメリカでも国会沿岸地域、 として認知されている。バラーの谷生産地域はバルカン山脈の南に位置している。この地域は東部と西部の小地域に分けられ、ワインスタイルはマスカット、リースリング、ルカチテリ、カベルニソービニオン、メルローなどが使われる。この地域ではほとんどがドライもしくはオフドライの白ワインで少量の赤ワインが生産されている。この地域にはスングルラレ渓谷を含む アメリカでもバラの谷地域として認知されている。この地域の温暖な大陸気候と降水量の良好な分布は上、トラキア低地で生育する赤ワインの発展に不可欠である。この地域には低地の中心部と境ある産地の一部が含まれる。メルローやカベルネソウビニオン、マスカット、パミットのほか、有名な地産ドウ品種のマブル島も栽培されている。 バルカン山脈は、ロシアの平原から吹き抜ける寒い風をブロックする、役割を果たし、バルカン半島南部のマリサ川流域の渓谷は、地中海性気候で、穏やかで雨の多い冬と暖かく乾燥した夏がある。アメリカでもトラキア渓谷地域として認知されている。この地域には、ブルガリアの南西部、マケドニアの歴史的地域にあるストルマ川の谷が、含まれる。 面積は小さいが南から地中海の強い影響を受け、気候的に非常に明確で特徴的である。地域のワインスタイルは、白カメルニシカロザ、カベルニ装ビニヨン、メルロが栽培されている。ありがとうございます。